おはようございます。元旦のマニアックスに来たー。初売り見てきますよ。行ってみようか。喋れたらいいな。いっぱいだね。気になるのありますか？あ、テントウムシくんがいる。わー、いっぱい。 10% かな。 30% も。わー、全然いいと思う。まあ、俺チャンプって呼ばれる期間が終わっちゃったんで。え、なんで？あれ、マニアックストーナメント年間優勝の山田さんじゃないんですか、これは。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そうですね、もうあと残すアメリカしかないですね。ついに渡米しようかなと。本場のトーナメントに。日本に敵がいない。怖すぎる。かかってこいや、うん、マニアックスはアメリカはだってあの内臓に重りとか入れて見つかっちゃってる動画とか。山田さんのあのテクニック使えないじゃん。あ、そうだね、使えないね。今回からちょっと塞がれるよね。厳しいよね、不正で。そう、25センチを800グラムに変える作戦で。山田さん、あれだな、鉛溶かして注射で打ってくから。怠惰に打っちゃったから。ちっちゃいタングステンの弾をいっぱい入れるのは無理だね。なんか初売りのいいやつはありました？いや、とりあえずこれだけですね。お、すげえ。ロデオクラフトの、シングルスピニングカーボンなんか、うん、うわ、売ってんの見たことない。見ないね。まあそれは本当ですけど。機関モデルの16と12を買わなきゃいけないんじゃないか。16と12だけ持ってない。あ、16か、17じゃなくて16を持ってない。それはこれ16です。ああ、ガイドがちょっといい。ガイドがでかいねえ。待てよ、ここまでダブルフットだ。オールダブルフットです。巻きだったらこっちってことですよね。でもこれすごい、すごいですよ。これすごい。これの1号はまあいいんじゃない。だって、ハイシーズンはこの2つで1号いっちゃいます。バスはもう入り口の方ってこと。このセットとかだったら全然ベトベト売ってんだ。ベトベト入りで5000円でそんな無駄なのなかったら1個欲しいな、正月にと思ったんですね。これで1000円すごくない？これすごいっすよ。これだけでね、これ1000円、ね、これ1000円だね。しかもね、あ、これすごいね。ベトベトなんじゃないの？ベトベトだよこれ。ベトベトだし、こっちもベトベトだよ。
カバスケ入りですね。カバスケとテプスのいらないやつ。いらないやつ。これ一緒に入れてください。早く。チンチャンしないの。ダッシュ。弱い色の。金色。うん。ありなんですよ。持ち捨てだと思います。でもすげえシーバスルフト。あ、これ？うん。去年か一昨年やったけど。ちょっとこの辺に。はい、今持ってて。これも5000円ですか？待って。いっぱい細かいです。ちょっと。どうしてなんでしょうか？まだ帰ってこないの？これはスリーズ屋だからね。うん、これかな。これかな。これか。ちゃんが釣り竿に興味持ってた。シュールだ。シリーズが見てる。あれ、ウサピョンがいる。ウサピョンが釣り竿に興味を持っているらしいですね。3人が真剣そうに見てますね。ウサピョンどこだ。みんな通ってきた。正解はここでした。ウサピョンどうしたの。なんか取れない。何が？この一番上の背中が青いやつ。これ？うん。取ってあげる。ありがとう。これかな。そうだよ、そう。これ買いたいって言ってる。これ釣れる。うん。釣れそうだね。うさぴょんいいの選んでくれたね。ありがとう。じゃ濡れない前提じゃん。あ、濡れない前提か。結局ここにあったかさがないとこっちに血管としていかねえだろうっていう話で。ここの太い動脈を温めるみたいな。あ、じゃあ水に手突っ込んだのでもアウト系のやつだ。水に手突っ込むことなくない？ある？いや魚取るとき。魚取んないでしょだって。あれトラウトの人は取んないでしょ。違うんですよ、バケツの中に入れた魚を取るときだ。それは使えないよ。わー、すごい。2つある。生姜でおすすめ。お得で言ったらもうこれじゃないですか、やっぱこの重たいやつ。1000円でこんな入れたい。これで今一番声が熱いです。これが一番熱い。重たいですもん。投げたらガラス割れるぐらい重いですよ。これ1000円ちょっとありえない。だってファットイカが入ってるんですよ。ここでもうこれ買えない。そうなんですよ。400円のやつで人気ワームも全部入れてくれてます。ダントツはやっぱこれじゃないですか。一回持ってみたらもう。いや、そうなんですよ。これ1万円なのかなって最初見て1000円って。キロ売り。キロじゃ効かない。2キロぐらいあるよ。はい、これ 2.5 キロぐらい。まあ、あとは風とかは。そうですね。今年の人気者の入れてるんで。え、いつまで発売率やってるんですか。福袋自体は4日でしたっけ。4日ぐらいまで。ぐらい、うん。まあ、大体5日から働き出しだから。そうですね、そのぐらいで。で、5日、6日ぐらいから今度あの通販の方が始まりますので、
ぜひそちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。本が好きそうなおさぴょん、ここにおさぴょんを出していきたいと思います。せーの、ポン。ここおさぴょんの好きな場所、おさぴょんが大好きな場所、おさぴょんが幸せな場所、ここおさぴょんのお家にしたい場所。物流屋さんだけどね。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今年の福袋というか初売りのはこれ、川島さんのフーと青木大輔さんのフレックスローラーのセットが2つで5,000円。こんなお得なのない。山田さん何買ったんですか？トブルトーコイです。イエーイ、ハンドルです。マリアックス。